ウィンストン・ボハルでウィンストン・ボハルではオランダ・ロッテルダム出身の元サッカー選手。ポジションは DF。4年契約でチェルシー FC に移籍したもののその間わずかな試合にしか出場せずリザーブユースチームでトレーニングを続けながら契約通りの高額な報酬を受け取っていたことで物議を醸した。ロッテルダム郊外のクラブ SVV でプロデビューし1991年に スパルタロッテルダムに加入。当時は前線のポジションを務めており、1993から94シーズンではリーグ戦11ゴールを記録している。1994年にアヤックスに移籍すると、ルイ・ファン・ハールによって守備的なポジションへとコンバートされ、強靭な体格と持ち前のスピードを生かしたストッパーへと成長を遂げた。1997年、ファン・ハールの後を追って、 FC バルセロナへと移籍。2000年に同胞、マリオ・メルヒオットの誘いもありチェルシー FC に移籍したが、その数週間後にジャンルカビアリーに代わって監督に就任したクラウディオ・ラニエリは、ボハルデを戦力構想外とみなした。しかし週休7万ポンドの4年契約というチェルシーの報酬を保証してくれる移籍先も見当たらず、ボハルデはチェルシーに残留し、 契約を全うするという道を選んだ。クラブは、ボハルデを退団させるためにトップチームではなく、リザーブユースチームでのトレーニングを命じたが、結局、ボハルデは、チェルシーでの4年契約を満了した。この間出場試合はわずか11にとどまり、2000年12月26日の、イプスウィッチタウン FC 戦に途中出場してからは2002年の11月6日の、 リーグカップのジリンガム FC 戦に途中、出場しただけであった。チェルシー退団後は、どのクラブとも契約合意に至ることなく、1年後の2005年11月8日に、現役引退を表明した。ありがとうございます。